まず前髪と顔周りの毛を残し、目尻ラインのトップに親指を置く。後頭部に向かって表面の毛をすくうようにハーフアップを作っていきます。サイドの毛はあまり入れすぎないようにしてください。顔周りの毛を残すなどをちゃんと確認して、後ろをくるっとねじります。ねじった毛束をグッと上に上げ、これくらいボコボコさせます。ボコボコを確認してからピンで刺していきます。ピンは横に刺してから上へグッと持ち上げます。しっかり刺さっているのを確認してください。サイドの毛やトップの毛を引き出します。鏡を見ながらデコボコさせてください。次にアイロンを用意します。アイロンは一番重要なのはサイドの毛をふわっとさせることです。ハーフアップのすぐ下の表面の毛をすくい、内巻き、外巻き、ランダムに巻いていきます。毛先よりも根元の毛を巻くように意識してください。反対側も同様に巻いていきます。根元を巻くように意識してください。顔周りもふわっとさせます。顔周りや表面がふわっとしていると、裾が巻いていなくても全体的にふわふわした印象になります。ちょっと指で毛をほぐしてトップの高さも調整して完成です。